さあ今日もなんとかなれチャンネルの時間がやってきました。遅刻メタンです。お盆休みの予定がなくて途方に暮れている。積んだもんなのだ。せっかくのお休みだから普段できない何かをしたいよね。そうだけど連休中はどこ行っても混んでいるから出かける気にならないのだ。かといってだらだら家で過ごすのももったいない気がするのだ。気持ちはわかるよ。まだ時間はあるから有意義な過ごし方を考えますわよ。ところで今日のテーマは何なのだ。今回も前回に続きウサギの食事シーンを紹介していきますわ。前回は美味しそうなものいっぱい出てきたよね。今回も楽しみなのだ。そうだね。それじゃ早速始めるわよ。パートに最初に登場したのは魚の甘辛煮ですわ。味がしっかり染みてご飯が欲しくなるよね。ウサギの気持ちはわかるのだ。そうだね。それにしてもウサギはいつも八割の料理を美味しそうに食べるわね。ほんとだね。毎回美味しそうに食べてくれたら八割も作る甲斐がありそうなのだ。さて次に登場したのは芋蒸しパンですわ。美味しそうなのだ。確かこの時ちいかわは芋蒸しパンのことを芋蒸しのパンと勘違いしていたんだよね。そうだったね。芋蒸しのパンだったら私も食べたくないけど、さつまいもの蒸しパンは甘くてふわふわだから最高だよね。そうだよね。ウサギも美味しそうに食べているのだ。次に登場したのはキョタコウインナーですわ。お、これはロマンあるね。思わずかぶりつきたくなるのだ。テンション上がっちゃうよね。この回もウサギのこだわりをすごく感じたんだけど、このコマみたいに一口食べてからこの味ならケチャップとマスタードかなみたいな感じで味付けするのが食へのこだわりの強さを感じるよね。まあウインナーにケチャップとマスタードっていうのもメタだけどね。私たちからしたらそうだけど、ちいかわ世界ではあまり馴染みがない味付けなのかもしれないわよ。だってウサギは食べてウインナーの味を確かめてからケチャップとマスタードを持ってきたし。確かにそうかもしれないのだ。馴染みがある味付けなら初めからケチャップとマスタード持ってくるもんね。私の考えすぎかもしれないけどね。次に登場したのはバニラアイスね。アイスにこういう色ついたやつとかアラザン乗っけるとテンション上がるよね。上がりすぎてこんなになっちゃうのだ。誰だお前。でもじゃない。ちいかわとウサギの反応を見ていると、ちいかわはウキウキで食べているけど、ウサギはちいかわほどテンション上がっているわけではなさそうなのだ。どうしてなんだろうね。ちいかわは食べ物の見た目というのを大切にしている節はあるわね。対してウサギは食べ物は見た目よりも味を大切にしている印象ね。それは前回の動画でも紹介した食べっ子動物の回を見ても推測できますわ。確かにこの回でもちいかわは見た目を楽しんでいたのだ。ウサギは見た目を気にせずバクバク食べているし、メタンの言うことも一理あるかもしれないのだ。次に登場したのはチーズタラね。なんだこの食べ方は。真ん中だけ皮を残してそれ以外は裂いているのだ。何かと聞かれると困るけど、でもこういう食べ物で遊ぶの結構楽しいよね。次に登場したのはゴブリンたちのキノコですわ。このキノコいい匂いがして美味しいらしいけど、これを食べたせいでこの後とんでもないことになってしまうのだ。そうだね。ゴブリンたちに監禁されて食べられそうになっちゃうね。どうしてもこのキノコを食べたいときは一口食べたら急いで走って逃げるしかないね。嫌なんだその姿。でもそんなに大切なキノコなら外に置きっぱなしじゃなくて何か対策したらいいのにね。さて次に登場したのは牢獄で出された食事で、プレートとなんか汁ですわ。プレートはマスポテトみたいなのと煮たお豆キャベツみたいな草が入っているのだ。なんか汁は味が薄いみたいだけど、よく味わえば煮干しの味がするみたいなのだ。なんか正直美味しくなさそうだよね。量も少ないし、多分ちいかわたちの胃の中をきれいにするための食事だからね。ゴブリンたちが美味しく食べるためにね。なるほどね。ちいかわたちなんとか逃げることができてよかったわね。穴を掘ってくれたウサギに感謝なのだ。そんな牢獄をなんとか脱出し、最初に食べたのはミートボールのおにぎりですわ。通称おでにぎりだね。誰もそんな呼び方していないわよ。この時はおでのことが心配だったけど、ゴブリンの用心棒になって助かったのは良かったのだ。次に登場したのはたくあんですわ。丸かじりとはワイルドなのだ。だけどこんなに大きなたくあんを一気に食べたら塩分摂取量がとんでもないことになってしまうのだ。
そうね、食べ過ぎには注意ですわ。次は八割のコース料理より、しんなり豆苗、きのこの砂糖のせてとチュルチュルプレートですわ。八割のコース料理は限りある食材の中で工夫して作られている感じがして素敵なのだ。わかる。実際に食べている描写はなかったけど、ケチャップの似顔絵で遊んだりしていたし、ウサギもちいかわも満足していたんじゃないかな。絶対そうなのだ。次に登場したのはローラーメンですわ。ちなみにこの時はみんなの中身が入れ替わっているから、ハチワレの姿をしたのがウサギね。なんかちいかわがめっちゃウサギに詰められているのだ。この時のちいかわは普段うまく言えないコールがうまく言えたり、ウサギのモノマネをしていたから、そのあたりのことを突っ込まれているのかもしれないわね。なるほどね。でもウサギに詰められて最後は素が出ているのが面白いのだ。確かによく見たら最後にって言ってるね。面白かわいいね。次に登場したのはシリアルですわ。ちいかわが喋っているってことはまだ入れ替わったままなんだね。それにしてもシリアルって腹持ちは微妙だけど味は本当に美味しいよね。そうね。だけど朝に食べるとテンションが上がるから、私は元気が出ない日には食べるようにしてるのよ。確かにテンション上がっちゃうよね。最後に飲む砂糖の味が染みた牛乳が最高なのだ。次に登場したのはおしるこですわ。こしあんか。僕はおしるこは粒あん派なのだ。粒の食感も味わいたいのだ。私はこしあん派ですわ。あくまで主役はお餅とあんこですし、粒は余計ですわ。それになんか粒あんってこしあんより味が薄い気がしない？そんなことないのだ。粒あんだって美味しいのだ。美味しすぎてこんな風になっちゃうのだ。いや、それじゃ美味しさは伝わらないから。次に登場したのはきのこの山なのだ。八割のコース料理の時もキノコの山が出てたよね。長野先生はキノコ派なのかな？ちなみに私はキノコ派ですわ。僕はタケノコ派なのだ。長野先生がキノコ派だったら悲しいのだ。まあキノコの方が美味しいからね。仕方がないね。さて次に登場したのはマシュマロの角ですわ。マシュマロの角ってなんだよ。角っていうのはここの部分だね。市販のマシュマロにはあまり角はないよね。そうだよね。だけどマシュマロに限らずこういう食べ物の端っこの部分って美味しいのだ。それにしたってウサギは集めすぎな気がしますわ。次に登場したのはみかんそうめんですわ。二人がめっちゃキョトンとしてるのだ。そうだね。ちいかわはともかくウサギは結構博識なイメージがあるから、こんなにキョトンとしているのは珍しいかもしれないわね。確かに。でもみかんそうめんって彩りが綺麗でいいね。果物の入った料理が苦手な人も多いと思うけど、みかんそうめんはあまり癖はないから、気になる人は一度食べてみるといいですわ。次に登場したのは今日純つゆですわ。昔ながらの飴ちゃんだね。砂糖の味がほとんどだと思うんだけど、なんだか品のある味がするのだ。宝石みたいな綺麗な見た目も品がある味に感じる要因の一つだろうね。後数は少ないけど紅茶味が混じっているのも嬉しいポイントなのだ。確かにそうだね。数少ないのが逆にレア感があっていいのかもね。次はちいかわと八割のバースデーケーキですわ。この二人は誕生日が5月1日で同じなんだよね。というか人のバースデーケーキを先に食べるなんてさすがなのだ。まあバースデーソングは歌っているし、うさぎなりに祝う気持ちはあるんだろうね。さて次はおそばですわ。これはなかなか食べづらそうなのだ。食べづらそうだけど、つゆは出汁がしっかり効いてて美味しいみたいだね。次に登場したのはベイクドチャーシューパオですわ。これは香港の料理で、見ての通りメロンパンの中にチャーシューが入っている料理なのよ。これは結構癖が強そうだね。どうだろうね。中華料理特有の香辛料はあまり入ってないみたいだけど、食べた人の話によれば結構やみつきになる味らしいね。次はご飯の背焼きそばですわ。炭水化物と炭水化物の組み合わせ、最強の背徳飯なのだ。そうだね。食べる前はスクラム組んで気合い入れないといけないわね。では次はユニソクレープですわ。質素な味だよね。でも自分たちで作ったクレープだからきっと美味しいのだ。そうだね。ではいよいよ作中最後に登場した料理ですわ。最後に登場したのはシロップ全種類かけたかき氷ですわ。最後にウサギらしいのが出てきたのだ。ちなみにちいかわとハチワレはこんな感じになっているわね。かき氷一つでもかなり個性が出るのだ。皆さんは誰のかけ方が一番好きですか？よかったらコメントくださいね。さてこれでウサギの食事シーンは全部紹介したけど、ツンダモンどうだった？ウサギって結構一人で食事を楽しんでいるイメージが強かったけど、こうして振り返ってみると
結構3人で一緒に食べたり、自分の食べ物を分けるシーンも発見できて楽しかったのだ。確かにいろいろ発見があって楽しかったわね。皆さんはウサギの食事シーンを振り返ってみていかがでしたか？よかったら感想のコメントなど書き込んでください。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いするのだ。またね。